明治維新までこれを享受しました。細川義政は戊辰戦争の高松政党一員の慶応4年に下村茂一より武装進展精神流の免許改善を授かり、その門人上田平太郎は大正12年に細川義政より免許改善を受け、その同等は現在へと続いております。第2会場無限新刀流。刀流は武田宗閣の晩年の愛弟子であった山本格義が会津新刀西部流と会津小野配刀流両派の権威を集約し、これに大刀流愛知の秘宝を加え14年の歳月をかけて再編成し、無限新刀流慈愛術として創始された権威である。
第2会場は無限神道流のご演舞でございました。第1会場は